こんにちは、丸川、たまよ、です。宮越大臣、絆創膏、どうされました？コロナの最中、世間は、うるさいですから。ただでさえ、安倍とか、菅とか、どうしようもないんですから。いやあ、あのね、酒を飲んでいたんですよ。少し、騒ぎすぎたかな、とは、思わないこともないんですが。丸川、たまよ、が、絆創膏の指導を、します。宮越大臣、コロナの最中ですから、絆創膏、目立たないように、しなくちゃね。宮越大臣、自民党は、絆創膏で失敗し、与党を失ってきたんです。宮越大臣、今日は、絆創膏の基礎、基本を学びましょう。絆創膏を顔いっぱいに貼って、顔を隠すのが、自民党の基本なんで、ほらね、絆創膏で、お顔がいっぱい、いいでしょ。これが、自民党、です。ごまかせれば、自民党は、安泰、です。